とにかく最後の一人が見つかるまで、はい、なんとか祈り続けたいなっていう感じですかね。我が国は幾度となく国難と言えるような災害に見舞われてきましたが、その度に力を合わせて乗り越えてきました。震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく、能登半島地震をはじめとする自然災害への対応に生かし、災害に強い国づくりを進めていくことを改めてここに固くお誓いいたします。皆様、黙祷をお願いいたします。